はい、どうもすなみです。今回は GU とユニクロのアイテムを使った1週間コーデをご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。月曜日、週始めの月曜日はオンモードに切り替えなきゃということなので、コンサバ感強めの白と黒のコーデにしてみました。トップスにはユニクロの 3D ニットを着ているんですけども、袖口と裾に絞りがあるデザインになっていて、これを1枚着るだけでとっても綺麗な大人っぽいコーデに仕上がるので気に入っています。胸元は大きめのアクセサリーをつけた方が華やかになるんじゃないかなと思ったので、 GU で購入したメタルチョーカーをつけてみました。またバッグと靴も黒に揃えて統一感を出しています。火曜日、この日は安定感のあるブラウンに清潔感がある白を添えて、親しみやすさマックスの配色にしてみました。タートルとタイトスカートの組み合わせはザ・いい女感が出る組み合わせなので、私は結構好きなコーデです。またこのような重ためなニットを着るときは、ソーレーススカートやサテン生地など透け感があったり軽い感じのボトムスを合わせた方がバランスよく着られるんじゃないかなと思います。ちょっと着崩したいなと思うときはフロントだけタックインしても可愛く着られるんじゃないかなと思います。水曜日、この日は週の真ん中の日で疲れが出やすい曜日なので、気分をリフレッシュさせてくれそうなブルーのアイテムをチョイスしてみました。くすみブルーと白の組み合わせは清潔感と聡明さを演出できる配色なので、とっても大好きなコーデです。トップスは GU のボトルネックニットを着ているんですけども、丈が短めのデザインになっていて、私胴長なんですけども、こういったパンツと合わせた時もすっきりスタイリッシュに着られるのがいいなと思います。全体的に淡いカラーになっているので、引き締め色としてネイビーのジャケットを羽織ってみてもいい感じになるんじゃないかなと思いました。木曜日、この日はくすみブルーのトップスとベージュのタイトスカートを合わせてみたんですけども、間違いなく第一印象アップの配色なので、私は結構初めましての時に着ることが多いです。襟付きニットはデコルテ周りがとてもきちんとして見えるので、ズーム会議なんかでとっても便利なアイテムだなと思います。ちなみに私は骨格ウェーブで、あんまりタイトスカートは似合わないんですけども、ただ最近ね、首が詰まったトップスだったりゆるっとしたトップスを合わせると割と合うんじゃないかなという新しい発見をしました。金曜日、この日はマスタード色のトップスに白のレーススカートを合わせて、上品で大人っぽく可愛いコーデにしてみました。マスタード色って結構合わせるのが難しい色なので、私はどうしても白のボトムスばかり合わせてしまいます。今日のコーデはちなみにトップスもボトムスも2000円以下のザ・プチプラファッションです。いかがでしょうか。この GU のレースのフレアスカートは裏地がめっちゃしっかりしているので、下着が透けて見えないのがとてもいいなと思っています。長さもちょうどいいミモレ丈なので、オフィスカジュアルにバン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 着回してるアイテムです。土曜日、この日は白とベージュでワントーンでまとめた今年っぽいコーデにしてみました。このユニクロ U のニットめちゃめちゃ気に入っているんですけども、袖口と裾に絞りがあるデザインになっているので、フェミニン感を演出することができるなと思います。また着丈が短めに設定されているので、長めのボトムスともバランスよく合わせられます。このコーデはほっこり休日を楽しめるコーデなので、私は結構気に入っています。日曜日、この日はシンプルなパンツスタイルで楽チンコーデにしてみました。普段オフィスカジュアルでかっちりめな服を着ていると、休日無性にデニムとかスキニーパンツを履きたくなりませんか。私はスキニーパンツを履くときにパンプスを履いて足の甲を見せて綺麗めに着る感じがとても好きです。首元はファーマフラーをつけて華やかに仕上げてみました。また最近購入したこの GU のアウターも暖かくて可愛くてとっても気に入っています。近所へお買い物するときなんかに大活躍しているアイテムです。一つ目のお気に入りポイントは GU で購入したメタルチョーカーです。
こんな感じで今つけてみたんですけど、 GU のアクセサリーってイヤリングとかそういうのも含めとってもクオリティが高いなって個人的にはすごくね皆さんにおすすめしたいんですけども、このメタルチョーカーも790円で購入したんですけども、すごくね気に入っています。このチョーカーの曲がり具合が程よくなだらかに曲がっている感じがすごく上品な感じがしていいなと思っています。こんな感じの少しシンプルなコーデにアクセントとして持ってくるのにちょうどいいアイテムです。2つ目のアイテムはこちらのユニクロの 3D ニットです。このニットは着た時のシルエットがとっても綺麗なので気に入っているんですけども、袖口と裾の部分に着た時に自然な丸みが出てきて、シンプルの中にも女性らしさが加わったようなデザインなのでとてもいいなと思っています。また私身長163センチなんですけども、着丈が結構短いので長めのボトムスともバランスよく合わせられるんじゃないかなと思います。またニットの編み目もすごく細かく縫われているので、着た時にスタイリッシュな印象になって綺麗めコーデに大活躍するアイテムだなと思いました。続いてのお気に入りアイテムはこちらの GU のボトルネックパフスリーブセーターです。このセーターはお値段以上でとっても感激してるんですけども、確か2000円以下で購入してそれ以上のクオリティでした。 GU のニットって安いので生地が薄いことに関してはある程度今まで妥協してたんですけども、これは違ってこんな感じでしっかり生地にも厚みがあって暖かいのでこの冬とても重宝しそうです。あと色味がすごく綺麗なパステルブルーなんですけども、清潔感があってオフィスに着ていくのにとっても最適なんじゃないかなと思います。最後のおすすめアイテムはこちらの GU のフレアレーススカートです。こちらのフレアスカートは着回し力抜群で1枚持っているととても便利なアイテムです。このフレアスカートは近くで見るとこんな感じで裏地が短めに設定されているんですけども、この素肌がチラッと見える感じが大人っぽくてとても気に入っています。あとこのフレアスカートはとってもお値段が安いんですけども、裏地の生地がしっかりしているので淡いカラーなんですけども、下着が透けて見えないのがとてもいいなと思っています。はい、私のユニクロと GU のアイテムを使った通勤コーデはいかがだったでしょうか。最後までご覧くださりどうもありがとうございます。この動画が少しでも面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではでは、つなみでした。